さんっていうのも助けてくれたそうですね。はい、そうなんですよ。このアナウンスの決勝は、そうですね、自分の時効ニュースを読むだけではなくて、その課題の原稿をラジオを聞いて書かなければならないんですけど、その課題の作成を同級生が手伝ってくれたりだとか、はい、であとは他校の先生方の助けもあって、はい、こう無事にこう緊張することなく、その安定したアナウンスで臨むことができました。もうじゃあ一丸となって、うん、そうですね、チーム長崎です。オール長崎、ね、ただ高校3年ですからね、3連覇はもうないわけですけども、可能性の、ね、塊、これからどんな道進んでみたいなって小川さん思ってます？私はそうですね、うん、この前の決勝でもう決めたんですよ。はい、何を？もうNHK のアナウンサーになるって決めました。おお。それなんか理由がありますか？決勝の後に公表という形で、はい、今のニュースセブンを担当していらっしゃる糸井アナウンサーと副島アナウンサーが、はい、お話に来てくださって、でそのお二人のお話を聞きながら、やっぱりアナウンスって素敵だな、アナウンサーってかっこいいなと思って、うん、NHK のアナウンサーとして、はい、その放送を続けていきたいなって思いました。そうですか。じゃあ、はい、小山さんの後輩として、はい、ね、今 NHK ホールでまで言われた時に僕の中継を見てなりたいって思ったのかなと思ったらこんなわけなかった。いやいや、いいんです、いいんです。伊藤井君もね、いいこと言ってましたよ。いいことを言いますね、高山さんは。いわゆる伊藤井アナウンサーと副島アナウンサーは、はい、N コンのファイナリストになった過去が、なるほど、ね、そうなんですよ。伊藤アナウンサーはね、当時の原稿も大切にクローゼットにしまっといて、はい、で披露して、うん、で最後にね、君たちもこの場所に立てるという夢があるかもよっていうね、いいコメントを残してましたもんね、はい、いや、もう私はあの舞台に立ちたいんですっていうことですね。はい、その時はまた、じゃあ僕中継に行きます。それもね、また一つ考えたいですから ね、 ね、おじさん泣いちゃいます。ぜひ、ね、あの日を楽しみに。ちなみに小川さん、ラジオって普段聞きます？ラジオはそうですね、たまに聞くかな。ああ、そうですか。で、はい、まんまるはN コン推しなので、はい、ぜひ長崎の皆さんにまんまるっていう番組、夏休み聞いたらいいよっていうふうに広めてください。ああ、言っておきます。ね、じゃあ締めくくりに、このコーナーいつもその町のお昼っていうのを伝えてもらっているので、はい、30秒以内で、はい、諫早の今のお昼の状況、お昼の状況、突然ですがちょっと報告してもらっていいですか？はい、はい、現在の諫早はですね、とても晴れています。もうすごく蒸し暑いんですけれども、このやっと夏本番だなという感じがしております。セミの鳴き声がかなりミン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 と鳴いて、すごく夏らしいですね。すごいね、いい声持ってますね。頼もしい後輩になってほしいなとも思いました。小川さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございました。第70回 NHK 杯全国高校放送コンテストのアナウンス部門で見事連覇を達成しました、長崎県立諫早高等学校3年生の小川美希さんと伺いました。はい、プロデューサーがね、拍手してますよね。いや、素晴らしかったです、本当に。